皆さんこんにちは。マジパンアーティストの大和さやかです。お久しぶりの動画配信となります。本日は昨年のマジパンレッスンでも大好評だったネイキッドショコラケーキを作りたいと思います。全卵とグラニュー糖とバターと牛乳、あとココアパウダーと薄力粉です。全卵は大体1つが 58g から 60g ぐらいですので、2個半割ってください。あとバターと牛乳は同じ耐熱容器に入れてレンジで溶かしておきます。薄力粉とココアパウダーは先にふるっておいてください。あとケーキ型はこちらの12センチのもの2台分ですので、こちらに、型紙を敷いておいてください。薄力粉とココアパウダーは一緒にして入れておきます。全卵にグラニュー糖を入れて人肌程度に温めておきます。私は貝印のものを使っているんですが、お店で使うのは大体キッチンエイドとか、あとは天ミックスが多いと思うんですけれども、家庭で使うには結構なお値段だと思うので、ちょっとなかなか買いづらいという方も多いと思うんですね。こちらの貝印の卓上ミキサーは私はネットで大体3000円ぐらいで購入したんですけれども、この上の部分が普通のハンドミキサーのような感じで取り外しもできるし、あとはこのまま卓上ミキサーとしても使うことができるので、すごく便利だと思います。そんなに頻度がないという方でしたら、こちらで十分間に合うかなと思います。ここが下が回るようになっているので、遠心力でだんだんここが勝手に回るんですけれども、自分でこうやって手動で回っていただいても大丈夫だと思います。だんだん泡立ってくると、勝手にこの遠心力でですね、ボールがこう回転しちゃいます。上がりのですね、目安がですね、こうやってホイッパーなどで落とした時にこのリボンの跡が残るぐらい、リボン状っていうんですけれども、これぐらいまで立ててください。そしたら粉を入れるので、大きなボウルに移して移し替えてから粉を入れます。粉を入れる前にですね、先ほど溶かしたバターと牛乳の容器に少しだけ生地を入れておきます。そうすることでダイレクトに油分が入らないので生地が染みづらくなります。こちらの生地に粉を入れます。もう少量なので、いっぺんに入れていただいて大丈夫です。いっぺんに入れていただいて、ふんわりは結構ムラになりやすいので、結構しっかりめに混ぜてあげた方がいいかもしれないです。
がなくなったら、先ほどのこちらのバターと牛乳ですね、生地を少し混ぜたものを入れます。そしてまた混ぜます。スポンジ生地は手数が多いとどんどん生地が死んでいってしまいますので、なるべく早く少ない回数で綺麗に混ぜるということが重要になります。はい、綺麗に混ざったら、あとは型に混ぜていきます。大体12センチだったら8分目ぐらいまでの量でちょうど2台分くれますので、最後の生地はですね、ちょっとなるべく片一方に集まらない方が上がりが均一になります。こんな感じです。そしたら170度のオーブンで30分焼きます。はい、では生地が焼き上がりました。30分だと少しまだ中が柔らかかったので5分追加して35分にしています。ご自宅のオーブンで様々だと思いますので、合わせて少なくしたりとか長くしたりとか時間は調節してください。上がったらまずこの鉄板を一回このテーブルにバンと打ち付けてもらう。このように上の面を下にして紙は剥がさないでこのまま冷まします。はい、ではスポンジが冷めましたので仕上げをしていきたいと思います。紙を剥がしてもらってこちらのですね、透明の1センチ厚のこういう棒があるんですけれども、こちらですね、あるとスライスするときなどすごく便利ですので、私はこちらはコッタリという製菓用具のサイトで買いました。製菓材料ですとか用具が出ます。一番下の生地は少し硬いので私は削いでます。薄く上は削いでもらった方が美味しいかもしれないです。下を、底の方ですね、上になってたのを下にしてもらって、あとは1センチでスライスしていきます。チーズケーキの特徴はナッペという普通はクリームをですねケーキの周りに塗る作業がいるんですけれども、そちらが不要だという簡単にできるというのがポイントになっています。ブルーベリーとイチゴを交互に乗せてもらって、そしたらこの上にも少しだけ生クリームを、で
ランダムで大丈夫です。綺麗にならなくてもランダムな感じがすごい可愛くてインスタ映えすると思うので、特にこうしないといけないことはないので、ランダムな感じでデコレーションしてください。そしたら上にもう1枚切り重ねて軽く押します。そしてまた生クリームを少しだけ置きます。いちごとブルーベリーをランダムに置いて生クリームを少し入れます。そして最後のネギを重ねます。こんな感じで大丈夫です。そしたら一番上にも少し生クリームを垂らします。ポイントにですね、こういうマジパンで作ったバラを塗っけると可愛いと思います。で空いてるところに、まあ、イチゴがもう少し入るんだったらイチゴを置いてもいいし、まあ、これぐらいでも可愛いかなと思います。完成です。